ブルーハンガリーのポールモール、ソフトテストポールモールは、ブリティッシュアメリカンタバコ社が生産、販売するタバコのブランドの一つ。1899年、イギリスのブラックバトラーカンパニーが販売を開始した。ポールモールは、アメリカ風の発音であり、イギリスでは、ペルメルと発音する。名前の由来は、ペルメルというイギリスの古いスポーツ。1907年、 ポールモールはアメリカ合衆国のアメリカンタバコカンパニーの手に渡った。1994年にはポールモールはラッキーストライクと共にブラウンウィリアムソンに売却された。2001年同社は RJ レイノルズタバコカンパニーと合併しポールモールはアメリカ合衆国では RJ レイノルズタバコのそれ以外では グループ親会社であるブリティッシュアメリカンタバコのブランドとなった。日本では一度販売が終了したが2005年より再発売されている。2011年5月に製品の大幅なリニューアルがなされた。2013年11月には再びパッケージとフィルターのデザインが変更された。2018年7月下旬以降販売中の 全3銘柄についてメーカー在庫がなくなり次第販売終了となることがアナウンスされた。2019年1月下旬頃にメーカー在庫がなくなる見込みである。ありがとうございます。